アルゼンチン陸軍は、アルゼンチンの陸軍。アルゼンチン陸軍は1806年の1807年に、ブエノスアイレスに侵攻したイギリス軍を打ち破った、ポルテーニョ民兵隊を起源としている。1810年の5月革命により、それまでの雑多な兵力が統合され、5月29日に、アルゼンチン陸軍の前身となった組織が建軍された。 陸軍参謀本部のもと以下の職員、組織がある。2018年時点で、現役兵約4万2800人が所属。アルゼンチン軍の編成総局及びコマンドの開局、その他第一師団、テニエンテヘネラル、フアンカルロス・サンチェス司令部、コリエンテス・シュークルス・クアティア第二師団、エヘルシュト・デルノルテ司令部、コルドバ第三師団、テニエンテヘネラル・フリオ・アルヘンティの。 ロカ司令部、バイアブランカ FN フェルを手にしたアルゼンチン軍兵士、M113 固定翼機、T-41 練習機回転翼機、クリストファー・ラングトン、ザ・ミリタリー・バロンス2007、ラウトレッジ。ありがとうございます。